昆虫採集系モトブロガーの爆発サザエです。今日はスクーターの方に日本から持ってきたリアボックスをくっつけたんですが、ステーがどうもサイズが合わなくて、ネジが中途半端な状態で止まっているので、大型 DIY のお店へ寄ってから山へ小型を取りに行きたいと思っています。今日の月齢はそんなにいい月ではないんですが、ほぼ満月に近い状態なんですけども、月の出る時間が少し遅いので、なんとかなるのかなと思っています。月が出始めるのが20時近くなるみたいなんで、日没が18時半なんで、それまでに目的に着きたいと思っています。お店自身はすごく大きくて広大だったんですが、肝心のネジとステーがうまいこと見つからなかったので、ネジを増し締めしてこれから山へ向かいます。そろそろナビをつけてみたいと思います。この道路についているタイヤの跡はですね、大型トラックがブレーキを水で冷やしながら走っている跡です。30トン超えるぐらいのでかいトレーラーが結構通るんですね。そのためについているタイヤの跡です。ここが面白いんですけど、トンネルじゃなくて上、水が流れてるんですね。とても不思議な感じです。このトンネルは奥多摩行く時のトンネルにちょっと似たような雰囲気ですね。夜とか通るとちょっと怖いような。いつもですね、濡れてます。そのためとてもスリッピーなんで、そういう意味でもちょっと怖いですね。ここも崖崩れしてるみたいですね。去年通った時はこんなになってなかったんで、秋以降というか冬崩れたんじゃないのかなというふうに思います。道の標識に距離が入っているので、それを見ておいてどこが崩れたのか覚えておくと、夜とか雨の暗い特に日ですね、通るときに気をつけて通ることができます。ここは崩れたところだいぶきれいに直してますね。早く全部直るといいです。
ここはだいぶ前に相当大規模に崩れたんでしょうね。道路の舗装の色が違うのと、山側はずっとこの落石防止の柵がついてますね。